こんにちは、ゆりもです。マイクラサバイバルシーズン2最終回やっていきます。前回はラスト建築として鍛冶型博物館を作りました。私のチャンネルではサバイバルや建築の楽しさを伝えるために動画を投稿しているので、今後が気になる方はチャンネル登録お願いします。では最終回ということで、今まで頭回しにしちゃってたところを仕上げていきます。村の南西の空きスペースが気になってたので建物を追加。奥に見える建築に合わせてガゼボを作りました。周りの砂浜が浮かないようにこんな風に道も追加して、あとは植物で装飾をして完了。次に畑の整備。取引用にいろんな作物を植えちゃってたので景観重視で小麦を植え直しました。でそのまま近くにあった村人ハウスをリメイク。養蜂場にしたかったので蜂さんをイメージして作り変えました。花を植えたり小物を追加したり道を作って、ここも完成。元から村にあった家は全部手を加えたかったので、近くにあった家も色を変えたり凹凸をつけたりして、今度は村の南に移動。これが最後のお家。これにて大久村のリメイク完了です。ということで、約4ヶ月かけて発展させた村が完成しました。お散歩しながら紹介していきます。今私が立っているのが村の中心部にある噴水広場です。ここを起点にして歩いていきましょう。で今回なんですが、一つ一つの建物をじっくり見るというよりは、建物と建物のつながりを意識しながら、この村全体を回っていきます。なので細かい部分や内装は紹介できないので、気になった建築があればぜひ過去の動画を見てくれたら嬉しいです。はい、で噴水広間は今一度見てみるとこんな感じです。桜をメインに作りました。とっても可愛いカラフルな広場になっています。こんな感じで市場もカラフルなものを作りました。ここは村人さんがね、よく集まってくれる場所なので、とても賑やかで私もお気に入りのスポットです。ではこの噴水広場から東西南北いろんな建物があるんだけど、そうだね、東側こっち側に行ってみましょう。噴水広場のすぐ近くには水車小屋があります。はい、こんな感じになってます。水車小屋の近くには川も作って、水車は銅ブロックで作りました。でお馬さんがいたりもしてます。で水車小屋の奥の方に2軒オレンジの建物が見えてるので、そっちの方向に行ってみましょう。あ、お仕事ありがとうございます。川細工師さんが働いてくれてます。で小物もね、いい感じだよね。あ、そうそうそう。でここにはサトウキビの回収施設なんかもあったりします。でこの辺のエリアはね、オレンジ屋根を意識して建てました。はい、サトウキビの回収施設が埋め込まれたお家です。ちらっと内装を見るとこんな感じになってます。これはね、村人さんの元々あった家をリメイクしています。でこの道をさらに東に進むと、ここにね、村人さん専用の小さな畑があったり、あとオレンジ屋根の小さなお家があるんですが、ここが私がこの村に来て初めて作った家です。仮拠点っていうやつですね。はい、こんな感じのお家を最初に建てました。うん、懐かしい、いい思い出。で端っこにはこんな感じでかぼちゃやスイカ畑を装飾としても実際に使ったりもしながら利用していました。ここには橋も作ったりして、この橋の下が洞窟になってるんだけど見えるかな、ゴーレムさんがたくさんこの下に湧いちゃって、ゴーレムの里に最終的になりました。ゴーレムさんの温泉をよいしょ頑張って通り抜けた先の洞窟には、はい見えるかな、こんな感じでね、めちゃめちゃたくさんのゴーレムがいるのね。これどういうことこんなんなってしまいました、最終的に。ここは、はい、まあこれもいい思い出ということで戻ります。
ちょっとさっきのかぼちゃ畑の方に戻ってきたんだけど、こっちには動物小屋を作っています。でここもねゴーレムさんがねたくさん湧いたね。うん、なんでだろう。湧きつぶしはねこの村しっかりしてるんだけど、多分向こうのね反対岸とかあっちの方全然湧きつぶししてないから、あっちで湧いたゾンビとかに反応してたくさん湧いちゃったんじゃないかなって思うんだけど、すごく賑やかな牧場で、まあ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 いいよね。うんうん、いいと思います。でこんな感じの赤い色を基調とした動物小屋がここにはあります。羊さんもカラフルな羊さんがたくさんいてめちゃ可愛いお気に入りのエリアで、動物小屋の隣にはよいしょ、はい、見えてきたね、風車小屋があります。でここは風車とあとはね広大な小麦畑を作りたくて作った建物です。めっちゃ可愛いお気に入りです。オレンジ屋根がいい感じで、こっちのね左側に、はい、こんな感じの建物を追加しましたね。ここに養蜂所って書いてます。もともとあった村人さんの小屋をリメイクして作りました。はい、こんな感じでお花と養蜂箱がたくさんある。あ、入ってた、かわいい。でこっちには休憩スペース、コップが置いてあって、蜂蜜ジュースを飲む場所こういう感じの装飾も作りました。これ金のヘルメットです。それにガラス、オレンジのガラスを埋め込んでこういう感じの装飾を作りました。道もこんな感じで変えています。いやちょっとさ、一個やり忘れてることがあるのを思い出して、ネザーゲート、あれを紹介しながら見ていきます。でここもね中途半端だった道もつなげて、この先にネザーゲートがあるんだけど、ちょっとあそこにさ中途半端に変な石の壁があるでしょ。これね忘れてたこの人の存在、ちょっと危なくて壁を作っていたんだけど、やばいやばい、ちょっと防具着てないから痛い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 。そう、捕獲したねおじさんの矢をね減らしておくのを忘れてました。最終回までに減らしておこうと思ってたんだけどはい、じゃあこのままこんな感じで狙われたままですけど、はーい。ネザーゲートはなんか村の端っこにある錆びれた遺跡っていう感じで作りました。これもめちゃめちゃ気に入ってる。ネザーなんですけどちょっと変わったところがあって、はい、こんな感じでトロッコをつなぎました。でまずここが拠点のゲートになっていて、で入ってすぐ右側には一緒にネザー要塞を探したストライダーちゃんにススキちゃんという名前をつけてお風呂に入ってもらっています。かわいいでここに看板があるんですけど、このトロッコに乗って進むとゾンビスポナートラップにつながってるので、この後行きたいと思います。でこの外は、ここはねほとんど装飾してなくて、一応ネザーの外に出れる扉とチラッとネザーの様子が見えたりして、でこの線路は初期スポにつながってます。初期スポも何もしてないので今は行きません。でここの装飾はこんな感じで、アメジストとかを主に使ってずっと装飾しています。はい、かわいい、綺麗ですね。せっかくなのでトロッコに乗ってトラップに行きます。でなんでこんなことをしたかっていうと、このワールドはメンバーシップ限定でワールド配布を予定しています。ワールドに遊びに来てくれた人が迷わず行けるようにネザーの整備もしました。ワールド配布は期間限定なんですが、詳細については今後コミュニティでお知らせする予定なので、メンバーシップ入っていない人でも興味がある方はコミュニティをチェックしてください。ということでこのゲートに着きました。ここをくぐるとゾンビスポナーを利用した経験値トラップが、はい、あります。中華風な装飾をしたり温泉を作ったりパンダさんを運んだりしました。ここにもパンダがいる、オウムちゃんもいますっていうネザーでした。ちょうどねいい感じでエモい時間ですね。夕暮れになりました。それではこのまま引き続きお散歩しましょう。もう一回橋を渡ってさっき紹介した風車小屋のあたりとかに戻ってきました。でここにあったね小さな村人さんの家もこんな感じで軽くなんですけどね、リメイクをしました。正面こんな感じです。ここには、はい、鍛冶屋さんの仕事場があります。これね石製造機なのでとってもとってもお世話になりました。今度は今ね向こうを見たので、今度はこっちの西側に
移動しましょう。メインの建物としてはここ村人さんの住宅エリアがあります。せっかくなので1個だけ内装見てみましょうか。あー、村人さんと猫ちゃんがイチャイチャしてる、羨ましい、ずるい。じゃあこのオレンジの家入ってみようか。こんな感じでね、職業ブロックもあるので村人さんが住んでくれてるね。でこの賑やかな住宅街の向かいにはポーション喫茶、ポーション酒場があります。ポーションの製造機も作ったので、ここもねすごく通いました、便利です。でここにはね裏口があって、ここから外も出られるようになって、すぐ倉庫が見えてきます。はい、ここはね倉庫兼もう私の家でしたね。ほとんどずっとここにいた。こんな感じでね、たまに村人さんが突っかえたり、同居してる村人さんがいたり、こんな感じの倉庫でした。お世話になりました。で倉庫を出て右側にアレイちゃんとスニッファーのお家を作っています。スニッファーが掘ってくれる古代のお花の種をアレイちゃんが一生懸命集めてくれているお家です。でこれ作ったのはいいんだけど、すごく気に入ってるんだけど、ちょっとね離れた湖に作ったので、ここの隙間がすごく目立ってしまっていたので、ついさっきこんな感じで建物を追加しました。で周りの装飾もこんな感じで追加してます。はい、こんな感じでね、砂岩と根付いた土、あと桜の花びらで道を作りました。でこっちがね砂浜だったから、サボテンとかスイカをサボテン風に見せて植えたりもしています。追加した建物にはカメさんがいるよ、さっきお迎えしてきました。かわいいね。サクッと作った割には気に入ってます。でまたここの道を戻ると、ここにも石レンガの道があって、登るはい、たまに村人さんが引っかかってます。はい、あとここね、花畑にしたよ。いいでしょう、花畑。めっちゃいい。植えまくった。ね。で、この道行くとまた噴水広場に戻ってくるんだけど、ちっちゃな家があると思うんだけど、これもね、ついさっき作りました。村人さんのお家をちょこっと変えて、こんな感じにリメイクしました。東側、西側、南側は見終わったので、いよいよ北に進みます。ここの道をまっすぐ進むと、この村で一番大きな建物、カジ型博物館が見えてきます。じゃーん、おー、迫力がある。いやー、すごくかっこよくてね、お気に入りの建物です。まっすぐ階段を登って入っていく感じになってます。んで、よいしょ、中にはアレイちゃんが働いてくれてて、じゃーん、すべての家事型と自分が愛用していた防具が飾っています。でこれね、前回の動画で作ったから記憶に新しい人も多いと思うんだけど、ここに地図をね作っていたのだけれど、そうそうそう、追加した建物とかも更新しておきました。ということで、これで本当に本当にこの村完成です。はい、ということで、約4ヶ月かけて発展させた大久村、いかがでしたか？もともとの大久村の素朴な雰囲気も活かしつつ、自分なりの建築がたくさんできたんじゃないかな、あ自分なりの建築がたくさんできたんじゃないかなと思います。すっごく楽しく発展させることができました。これも最後まで応援してくださった皆さんのおかげです。ありがとうございました。このワールドでの実況プレイは今日で終わりなんですが、また一からワールドを作成してマイクラ楽しんでいきたいと思います。 1.21 のアップデも来たしね、そういう新しい要素にも触れてみたいですね。ということで、次はまた新しいワールドでお会いしましょう。バイバーイ。お世話になりました、村人さん、ゴーレムさん。一人じゃなかった、楽しかった、村人さんとの生活。ありがとう、ありがとうね、みんな。あ、寝るのかな、夕方。あ、おやすみ、おやすみ、ありがとう、バイバイ、バイバイ。